フレンドシップは日本の競争は主な価値案に第8回ジャパンダートダービー。2005年8月21日に札幌競馬の芝の新馬戦で藤田真嗣を背にデビュー。年内は芝のレースに2戦使われたものの2相当も着外に終わる。年が明け2006年マルコ・モンテリーゾに乗り変わった初戦のダート未勝利戦。ダートに変わったのが良かったのか 首差の2着と前線。連投で同条件のレースに向かうも、ここでも2着。中1周で、小倉のダート未勝利戦に遠征し、圧倒的人気に応えて初勝利。その後は1ヶ月ほど調整し、阪神の条件戦に向かい0.6秒差をつける、解消で2勝目。翌月には、その勢いで、副領ステークスに参戦。前走の勝ちっぷりから一番人気に支持され、 人気に応えてオープン勝ち。3連勝の勢いで5月の兵庫チャンピオンシップにも参戦。ここでも前年の全日本に最優秀の勝ち馬である、グレースティアラを抑えて一番人気に支持された。レースは、グレースティアラとのマッチレースになったものの、最後は、首させり負けて2着に終わる。次戦に選ばれたのは、前年に、同馬屋の金引きりが制したジャパンダートダービーとなった。 同年に、南関東の交流住所等で多くの勝ち星を挙げていた地元大池馬場の名手、内田博之に起乗依頼し快諾。ユニコーンステークスを勝ったナイキアースワークに次ぐ2番人気に支持されてレースを迎えた。レースは、羽田坂月を勝ったサンキューウィンが逃げる中で、高位3番手を追走。2番手から直線半ばで先頭に立ったバンブエールを抜き去り、 最後は一馬身以上の差をつける解消で、初重勝制覇が G1 初制覇となった。また、安城の内田博之も本レース初の勝利、管理する角井勝彦長教師は前年に続く連覇となった。ジャパンダートダービー勝利後、次の目標をダービーグランプリに定め調整していたが、屈建ン,ンが判明し長期の休養に入る。年月日、 アルデバランステークスで約1年3ヶ月ぶりに復帰もブービーの15着。その後オープン競争を5 0円するものの、いずれも2桁着順に終わり、2008年9月17日付で登録を抹消。引退後は種ボバになることができず乗馬となっている。ありがとうございます。